煩悩ね。いや、ここは明けましておめでとうと言うべきか。無事に一年を過ごして、こうしてまた新しい一年を迎えた。今年もお前に感謝しなきゃならんな。今日も仕事か？俺に手伝えることがあったら言ってくれ。羽根つきだと？面白い。その羽根を水平線までぶっ飛ばしてやろう。何もしなくても懐かれることもあるというのに、懐いてもらいたい子には嫌われる。まったく、同情はいらんぞ。新作の和菓子か。ありがとう、ダンケルク。気が利くな。これを振るう俺を見たいというのか？急にどうした？急にどうした？仕事は仕事だ。愚痴ったって減ることはない。しけた報酬だな。お前宛てのメールだ。ついでに取ってきたぞ。終わったか？お前に会いたい子が随分といるようだ。いや、俺は。うるさい連中が戻ってきたな。俺が行く道は、決して許されることなく、未来すら見通せない泥まみれの道。それでも、一緒に来てくれるか？呆れたバカだ。その愚かさに免じて、俺の命をもって報いてやるよ。遊びはここまでだ。